もしもし、誰？ランコ。覚えてるよ。嬉しいな、電話くれて。どうしたの？覚えてる覚えてる。写真撮る約束したもんね。いいよ。うち知ってんの？じゃあさ、駅着いたら電話して。駅着いたら。じゃあ気をつけて。待ってます。はーい。ちょっと。お前なんでいるんだよ。今起きたの？臭いな。窓開けなよ。箱根は？行くよ。行くってお前11時半に出るって言ってて、もう12時過ぎてんじゃねえかよ。ロマンス館の時間1時間間違えてたの。12時半で余裕。じゃあもう行けよ。ちょっと片付けたら？ゴミダメだよこれじゃあ。だったらお前が片付けろよ。それより俺の飯は？ない。は？やめたの、あなたのご飯作るの。何？去年さ、私が旅行に行こうって言った時、あなたなんて言ったか覚えてる？何の話だよ。夢見たのよ今日、沖縄旅行の話した時の。トマトね、いらない。ダメだよ、トマトは体にいいんだから。あ、もうしつこいな。いらないって。でもトマトはね、リコピンが入ってていいんだよ。心臓疾患や動脈硬化の原因になる活性酸素を消し去ってくれるんだって。肌の老化も防ぐよ。はい。だったらお前が食えばいいじゃん。俺はね、健康なんか興味ないの。食いたいもんだけ食って死ねんなら本望だよ。お茶飲む？おい、もう切り取るのはさ、翌日にしてくれって言ってやんじゃん。あれ、バレちゃった？バレるだろう。また農薬が出たの、輸入野菜から。いいからここ読ましてくれよ。もう貼ったのかよ。いいや、その記事ばっか集めてどうすんだよ。長生きするんだよ、体に気をつけて。ああ、長生きなんかしたくない。ダメ、長生きしなきゃ。何これ？お茶だよ、人参茶。人参？体にいいの。ダメ？美味しいのに。あのさ、このお茶は二度と俺の前に出すなよ、二度と。
もうすぐクリスマスだね。どこ行くの？ちょっと、ね、仕事じゃないんだったら言ってよ。人が話そうとするとすぐ出てくんだから。まだいいよ。え？ツリー飾るって言うんだろ。頼むからさ、12月に入ったからにしてくんない？ただでさえ狭いんだから。そうじゃなくて、クリスマスの前に旅行に行きたいなって。いいけど、飯どうすんだよ。飯？俺の飯。何言ってんの。2人で一緒に行くんだよ。は？子作り旅行。沖縄なんてどう？いや、でも今からじゃ予約取れないんじゃないの？大丈夫、もう調べたから。だから普通さ、女房が旅行に行くって知ったら誰と行くのかとかどこに行くのかってことを気にするもんでしょ。それなのにあなたはまず飯どうすんだよって言ったんだよ。女房がしばらく留守にするって分かって最初に頭をよぎったのが自分のご飯の心配だったんだよ。夢の中でそのことに気づいちゃってもう腹立ったの。言っとくけどね、私あなたのご飯作るために結婚したじゃないんだからね。くだらん。は？くだらんね。女っていうのはなんでいつもそんなくだらないことばっかり考えてんのかね。くだらない？男だって飯目当てに結婚なんかしねえよ。ああ、じゃあ何のためにするのよ。どうでもいいけど、お前時間いいの？知らない番号は出ないの。何言ってんの。そんなんじゃ仕事になんないじゃない。ああ、もううるさいな。早く行けよ、また乗り遅れるぞ。そうだった。もしもし。え、もう着いたの？じゃあ悪いんだけどさ、あのゆっくりめに来てくれる？うん、ゆっくりめに。はいはい、そうですか。はい、わかりました。大丈夫ですよ。ええ、やっときます。はい、わかりました。はい、じゃあ失礼します。あれ、さくらちゃんは何をやってるのかな。爪切るの忘れてた。おい、もうそんなもんはさ、あっち行ってからやれよ。お前はいつもそうなんだよ。出かける前にバッタバタバッタバタ。だったらさ、前もって全部やっとけよ。ほら、さっさと行け。怪しい。なんか怪しいな。私を早く追い出そうとするその感じ。青くせえ。やめよっかな、行くの。本当言うと今日排卵日なんだよね。残念、俺今日あれ来ちゃったんだよね。もう限界だよ。何が？年。来年埋めたとしても子供が二十歳になった時いくつになるか分かってる？下手したら死んでるよ。確かに。じゃあ作るのやめよう。本気？本当に子供作る気がないんだったら早く行ってね。別れるから。え？結婚するとき言ったでしょ、子供は欲しいって。もし本当に作る気がないんだったら別れて。
いいのか。いいよ。半とっくに過ぎてるぞ。よくない。行かなきゃ。行ってきます。走れ走れ、もう戻ってくんなよ。さてと。何か飲む？あ、ありがとうございます。この写真、先生が撮ったんですか？どれ？棚の上の女の人の写真。ああ、そうだよ。大昔にね。かわいい人ですね。そうか？誰なんですか？うん？古い知り合い。どうぞ。いただきます。どうしたの？大丈夫？あ、大丈夫です。人参茶って言ってね、体にいいんだよ。最初は抵抗あるかもしれないけど、慣れると癖になるから。私、先生と知り合えたこと本当にラッキーだと思ってるんです。おい、先生に写真撮ってもらえることになったって、同じ事務所の友達に話したらすっごく羨ましがられちゃって。北見俊介に撮ってもらった写真なら一時通過は間違いないって。それに先生素敵なんだもん。私可愛い？可愛いよ、もちろん。ちょっと待ってよ。誰にも言ったりしないよ。私こういうこと慣れてるから。俺はさ、そういうつもりないから。どうして？こないだやらしい目で私のこと見てたじゃない。誤解させたんなら謝る。は？誤解？俺はただ写真撮るだけの約束したつもりだったからさ。じゃあなんでただでいいなんて言ったの？有名なカメラマンにそんなこと言われたら誰だってなんかされるって思うでしょ。よっぽどひどい目に遭ってきたんだな。いや、俺はさ、映画の主演勝ち取って本格的にデビューしたいっていう君の気持ちをただ純粋に応援したかっただけなんだよ。俺ぐらいの年になるともう夢なんか見れないからね。
本当に？本当に何もする気なかったの？ごめんなさい、私。もういいよ。どこか飯でも食いに行こうか。近くにいい店があるんだけど。先生、こんなこと頼めた義理じゃないけど、私次のオーディションにかけてるんです。実技にさえ持ち込めればいいところまで行く自信あるんです。でもいつも書類で落とされちゃって。だからどうしても写真が必要なんです。私を私以上に見せてくれる写真が必要なんです。悪いけど写真は撮れないですよね。実はこの1年一枚も撮ってないんだ。え？この写真、女房なんだけどさ。去年、死んだんだ。何もかも嫌になって写真が撮れなくなった。そんな時あのバーで君を見かけて、どことなく女房に似てるなって思ったんだ。話してみたらますます似てて驚いたよ。その時ふと思ったんだ。君の写真なら撮れるかもしれないって。でもやっぱりダメだった。まだ立ち直ってなかったんだよ俺は。こういうのはムードがないとね。何してんの？なんで？何してんのって聞いてんの。何もしてねえよ。つうかお前は何やってんだよ。財布忘れた。また忘れ物かよ。どうせ一本電車乗り過ごしちゃったからシャワーでも浴びよう。もう走ったら汗かいちゃった。何？壊れてる。は？壊れてる。さっき浴びようとしたら出なかった。嘘でしょ。だから行くなって。なんでよ。お前見たらショック受ける。お湯が出ないだけでしょ。うん、違うよ。お湯の代わりにね、とんでもないものが出るんだよ。とんでもないものって何？それはもうちょっとマシな嘘がつけないの？あの靴誰のよ。なんだよ、もうバレてんなら早く言ってよ。自宅に連れ込むなんて何考えてんのよ。違うんだって。何が違うのよ。大体俺が
あんなふざけた靴履いた女と浮気すると思うか。結婚するとき私に何て言った。何て言ったよ。言ったでしょ、浮気は絶対しないって。それなのにこの10年で何人と浮気した。私が知ってるだけで10人よ、10人。だから勘違いだって言ってるでしょ。あなたって嘘ばっかりね。浮気はしないって言ったくせに浮気ばっかり。子供は作るって言ったくせに作ろうともしない。その上仕事もしないで最低じゃない。貯金食いつぶしてあといくら残ってるか分かってるの。もう写真撮れないんだったら事務所畳んで他の仕事探してよ。撮れねえんじゃねえよ、撮ってないだけだよ。俺に向いた仕事が来ればやるんだよ。あ、そう。俺を誰だと思ってんの。あんたなんてただのろくでなしよ。それも最低の。もう知らないから。よいしょ。おはようございます。いや今日も寒いっすね。あれ今日撮影だっけ。はい。今あいつに会った。え？いや。で何の撮影だったんだよ。スーパーです、駅前の。これ店長さんにもらったんすよ。来週はティッシュペーパーと卵が特売って言ってたんで、ちょっとまとめ買いしときます。やめていいんだぞ。なんなら事務所紹介する。首っすか。バカ違うよ。前途有望な若いもんがスーパーのチラシや通販雑誌の写真なんか撮ってる場合じゃねえだろって言いたいんだよ。でもそれが結構楽しいんですよ。北見さんも一回どうですか。遠慮しとくよ。ごめん、エッチ中止。え？バレちゃったんだよ、かみさんに。え、亡くなったんでしょ。それが生き返っちゃったの。は？ああ、写真ならそいつに撮ってもらえよ。才能あんぞ。そいつそう見えて学生時代賞取りまくってるからな。なのよ、もう最悪。探し物は何ですか。見つけにくいものですか。カバンの中も机の中も探したけれど見つからない。まだ探す気ですか。それよりどこか戻りませんか。夢の中へ、夢の中へ行って。お似合いです。そうですね。ねえゆりちゃん、今夜何してんの。別に予定ないけど。あいつさ、今日から旅行行ってんだよね。誰が。さくらだよ。ああ。だから俺今夜は独身。ねえゆりちゃん、俺が何を言わんとしてるかわかる。ん、なんだろうな、
釣れないな。うん、今夜飲みに行こっか。本当？うん、行こう行こう。何？どうしたの？いやさ、こういう時さくらのやつ後ろからじっと見てたりするんだよね。怖いだろ。やっぱ今日はやめとくわ。うん、そうだね。澳门新葡京，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 大鹅无忧，里程待客，幸福人，亚洲顶级线上旅游场，大鹅客户聪明的选择，华人首选，华人首选，华人首选，你还在犹豫什么呢？亚洲顶级线上娱乐城，您还在犹豫什么呢？这真看得见的实力，大鹅客户聪明的选择哦。ダメだってそこ来た。なんだ。あ、ケミさん帰ってきたよ。北見さん、蘭子さんが1位通過したんですって。おお。あ、先生にもお礼言わなきゃね。誠に会わせてくれたの先生だもんね。写真撮ってやったんだ。はい。見る？
いい写真でしょう。あ、じゃあお茶入れます、うんうん、よう、電話あった？いえ。あ、あの、でも桜さんを訪ねてきた人がいました。誰？西田さん。西田、知り合いでした？いや。でもその人、さくらさんの、あのさ、あの子に俺のこと先生って呼ぶのやめてくれって言っといてよな。頼んだぞ。あ、はい。まこと、ん？怒ってんの？電話しようと思ったんだよ。でもすっごい忙しかったの。まことに一番に知らせたくて飛んできたんだから。いや、うん、いや、わかったわかったわかった。あ、北見さんが先生って呼ぶのやめてくれって。なんで？ん？いや、あんまり今仕事してないから。でも有名人なんでしょ？昔はアイドルのグラビアいっぱい撮ってたって。いや、あんなのはただのお金稼ぎでやってただけだよ。そうなの？うん。北見さんが最初に出した写真集があるんだけど、それがすごかったんだよ。日本中の家族を撮ったんだけど、あんな表情撮れる人他にいないと思う。うん。そうなんだ。誠が写真集とか出すときは、私をモデルに使ってね。うん、ね、注意して。うん、いやあ、あ、ブーさん、今何してた？まことちゃん、質問に答えなさい。今何してたの？ちょっと宙を。ちょっと宙を。まあ、いやらしい。北見ちゃんは？あ、北見さん上にいます。あ、そう。北見ちゃんですっごくいい話持ってきたのよ。あ、それと忘れる前にこれ。北見ちゃんの好きなかぼちゃの煮付けに、誠ちゃんの好きなハスのきんぴら、体にいいわよ。やった。いや、うまそう。うまそうじゃなくてうまいの。私が愛を込めて作ったんだから美味しくないわけないでしょ。何よ、おかま見たことないの？誰？人に名前を聞くときは自分から名乗るもんよ。あの紹介します。こちらが、はい、私文ちゃんです。還暦すぎてます。還暦って何？あら、あんたそんなことも知らないの？若さって罪よね。あの、文さん紹介します。こちらが吉沢蘭子さんです。蘭子、まあ、なんて可愛い名前なの。
どうも。で本名は？本名よ。でも水商売やってんでしょ。なんで知ってんのよ。わかるのよ匂いで。あのね、文さんもお店やってるんだよ、二丁目で。オカマバーよ。女の子も入れるから今度いらっしゃい。お金があったらの話だけど。せっかくですけど、私オカマって嫌いなんです。あのほら、ランコちゃんもね。いいのよ、マコトちゃん。私差別されるの大好き。だって差別されなかったらオカマやってる甲斐がないじゃない。それに私も女って大嫌い。もうほら、マコトちゃん、まさかあの子と付き合ってるんじゃないでしょうね。ん？どうなの？なんで黙ってんの？誠もそっちの人？ちょっと、今呼び捨てにした。彼氏のこと呼び捨てにして何が悪いのよ。彼氏？運命的な出会いだよね。会ったその日にしたもんね。あっ、あっ、あっ、くっさ、芝居。おだまり！信じられない。それじゃ雪吊りと変わらないじゃないの。雪吊りって何よ。雪吊りも知らないの、千吊り知ってるくせに。知らないわよ。知らないからなんだって言うの。あら、開き直っちゃって。年食ってるからって威張んないでよ。年食ってるってことはね、私より先に死ぬってことなんだからね。絶対だな。は？絶対私より長生きしなさいよ。もし先に死んだら承知しないからね。なんてね、あんたこの程度のオカマトークにビビってたら水商売やっていけないわよ。水商売やってこうなんて思ってません。あ、そうだ、そうだっちょ。うん、いや、うんとかよくわかんないから、うん、私帰る。この人と話してるとムカつくから。ごめんね、ランコちゃん。あら、ごきげんよう。もう文さんもちょ、ランコちゃん、ランコちゃん。まことちゃん、さっきの話本当なの？本当です。まさかまことちゃんがそんなプレイボーイだったとはね。見る目変わっちゃうわ。いや、違うんですよ。行けなかったんです。え？緊張してダメになっちゃったんです。あら、ごめん。彼女にはバレてないと思うんですけど。いや、自分でも情けなくて嫌になっちゃいましたよ。そんなことないわよ。よくあることじゃない。相手が悪かったのよ。でも僕本気なんです。まあ文さんとは気が合わないみたいですけど。うん、そんなことない。面白い子じゃない。え、そうですか。うん、そうよ。ああ、痛い痛い痛い。文さん痛い。うるせえよ。あら、北見ちゃん声でけんだよ、おっさん。もう、おっさんはやめてよ。文ちゃんって呼んで。無理だね。そんなこと言っていいの？今日はせっかくいい話持ってきたのに。どうせろくでもない話だから。いや、今度は本当にいい話なのよ。ついてくんなよ、ほら。あの、もう、もう、実はね、うちの常連さんで、旅行雑誌の編集長をやってる人がいるんだけどね、専属のカメラマンが辞めちゃって困ってるっていうのよ。それで北見ちゃんのことを話したら、ぜひ専属でお願いしますって。すごいじゃないですか。ねえ。じゃあ甘いやれ。いや、北見さん、うん、俺は人物しか興味ないの。いや、それは分かってますけど。分かってんなら言うな。もう余計なおせっかいしないでね。私帰るわ。
なんかすいませんでした。相変わらずみたいね。じゃあ北見ちゃん、またね。僕と桜さんは、その言うな、大体のことは分かってる。お前は中学の時桜に見事に振られ、大人になったらまた会おうと言われた言葉を真に受けて二十歳になって桜と再会。しかし桜にはすでに素敵な夫がいて相手にされず、未だに父離れできない子供のように日頃の不安や相談事を書いた手紙を一方的に送り続けてる。そんなところだろう。人の手紙を読んだんですか？うるせえよ。大体人妻にそういう手紙を送り続けてる方がよっぽどどうかしてんだろうが。それによ、なんでお前みたいな若いやつが桜みたいなおばちゃんにこだわるんだよ。厨房の頃からの思いなんて気持ち悪いんだよ。お前マサコンかよ。僕と桜さんはそんな関係じゃありません。じゃあどういう関係だよ。僕にとって桜さんは大切な人です。僕が人生を踏み外しそうになった時、誰よりも僕を理解して助けてくれました。尊敬してます。そんな人とずっとつながっていたい。それのどこがいけないんですか？いくら夫だからってあなたに否定される覚えはない。勝手に手紙を読んでるからわかるでしょ、僕たちがやましい関係じゃないってことも。じゃあなんで会いに来たんだよ。手紙の返事が来ないなんて桜さんらしくないから、なんかあったんじゃないかって思って。大体なんだよ桜さんって。先生って言えよ先生って。ショックです。桜さんの夫がこんな人だったなんて。なんだよそれ。僕が桜さんから聞いていた夫の話はとてもあなたとは結びつかない。あいつ俺のことをお前に何て言った？教えません。あ？僕が書いた手紙は読めても桜さんの書いた手紙は
僕だけにしか読めない。何？おかえり。2週間も連絡もしないでお前何やってたんだよ。ごめん。ずっと箱根にいたのか。ああ疲れちゃった。いいか飲めよ。2週間も箱根にいたんじゃさぞかし言わたりしたろうな。本当はどこにいたんだよ。沖縄。沖縄？そろそろ見つかったかなと思って指輪。バカかお前、あんな安物のためにわざわざ沖縄まで行ったのか。安物？あの指輪安物なの？私にはペアで60万したって言ったくせに。あれ嘘？ねえ嘘？嘘だったの？嘘じゃない嘘じゃない嘘じゃないよ。もうそんであったのか。ないよ。じゃあ何泊もすんなよ。帰ってこないんじゃないかって心配になった。別に寂しかった。はっアホか。ああ寂しかったんだね。たまには一人になってみるもんだなって。普段どれだけお前に気使って生活してるかよーく分かったよ。はいはい。一人暮らしっていうのは素晴らしいね。好きなもん食っても文句言われねえし、思いっきりゲップできるし、塀もこけるし、ドア開けっぱなしでうんこだってできるし。そっか。じゃあもう一人で暮らせるね。ああ。さくら。おーい、さくら。
さくら。なんだよ、ここにいたのかよ。何ですか？顔色悪いじゃない。関係ないでしょ。誠は暗室。相変わらず感じ悪い子ね。ですや。急いでんの、連絡取ってよ。なんで私がそんなことしなきゃなんないの。自分から電話したらいいじゃないの。電話番号登録し忘れて。呆れた。本当に行きずりのつもりだったのね。でも逆によかったわ。あんたと誠ちゃんじゃ釣り合わないもんね。連絡取ってよ、大事な用があるの。ったく、それが人に物を頼む態度かっていうのよ。自分の娘だったら張り倒してるとこだわ。ったく。ただいま。誠。あ、蘭子ちゃん、よかった、待ってたの。うん、どうしたの。ちょっと、話があるんだけど。うん。え、どうしたの。実はね、うん、妊娠したの。それ本当なの。聞いてるし。本当かって聞いてんのよ。妊娠検査薬で2回も調べたんだから間違いない。でね、言いづらいんだけど今お金ないんだ。バイト代入ったら半分返すから、とりあえず10万貸してくれない。あんた何言ってんの。あ、ブーさん、申し訳ないんですけど2人にしてもらってもいいですか。でも誠ちゃん。いや、ブーさん、お願いします。お金貸すのはいいんだけど何に使うの。決まってるじゃん、踏むわけにはいかないでしょ。でももう少し考えてから結論出した方が。そんな時間ないの。明後日最終審査で水着にもなんなくちゃいけないの。でもまだお腹が出てるわけじゃないんだしさ、結果が出るのを待ってからじゃん。こんな状態でオーディション受けたって落ちるに決まってんじゃん。いや、落ち着いて臨めば大丈夫。大丈夫なわけないでしょ。何おじけついてんの。しっかりしなきゃ。君なら絶対受かる、自信を持って。子供のことは心配しなくていいから。でもどっちみち産む気はないから。僕が面倒見る。え？結婚しよう。は？結婚しよう。ちょ、待って。私の夢は母親になることじゃない。だから僕は育てる。何言ってんの？そんなことできるわけないじ
私は子供なんかいらないし、あんたと結婚なんかしたくない。いいよもう、他当たるから話して。銀行行ってくるから待ってて。あんた女優になれるわ。なかなか迫真の演技だったわよ。何のこと？とぼけちゃって嘘なんでしょ、妊娠してるなんて。嘘じゃないよ。誠ちゃんね、あんたとやった時行けなかったんだって。え？緊張してダメだったんだって。でもかっこ悪いから行くふりしたんだって。嘘。男って生き物はね、デリケートなのよ。あんたたち女よりずっとね。じゃあなんで結婚しようなんて言ったの？本気で惚れてるのね、あんたに。妊娠は嘘じゃないよ。誰の子？元彼。その男には言ったの？そしたら？本当に俺の子かって。まあしょうがないけどね、もう別れてたし。私が悪いんだよ、もう本当最悪。私は好きよ、あんたみたいな子。この間は嫌いって言ったじゃん。その若さと可愛さに嫉妬しただけ。聞いてもいい？なんでお構いになったのって愚問以外はね。やっぱりそれか。生まれつきよ。今はただのおかまだけど、いろいろあったのよ。昔は男の格好もしてたし、結婚もして子供もいた。でもふと考えちゃったんだ。人生の残り半分、自分を騙したまま死んでいくのかなって。なんか虚しくなっちゃって。で、私は自分を大切にすることを選んで、妻や子供を傷つけた。でも今の文ちゃんちょっと素敵だよ。生き生きしてる。あんたいい子ね。やめてよ、感じ悪いキャラで通してんだから。バカね。じゃあ行くね。誠には文ちゃんから言っといて、あんな女早く忘れろって。亚洲顶级线上博彩公司澳门新葡京3w.1495.com拥有澳门实体赌场照和菲律宾网上博彩牌照，与全球多家线上知名博彩平台强强联手合作，24小时任意存提款，百万提款3分钟火速到账，提供真人线上服务 ，VIP 包桌，美女荷官1对1服务，百家乐、龙虎斗、轮盘、骰宝、体育投注、彩票游戏、电子游戏，更多优惠。更多精彩尽在澳门新葡京。
www.3w.1495.com 以诚待客，以幸服人。站着。ちょっと待って。バイト代が入ったら返しに来て。誠ちゃんにあれが来たって言っとくから。でも別れるにしても電話して一言謝っときなさい。誠ちゃんの携帯番号書いておいたから。ありがとう。最終審査頑張って。じゃあ。頑張ってね。あ、ひたみちゃん、晩ご飯何にする？冷蔵庫空っぽよ。何でもいいよ。あ、そう？じゃあお任せね。はーい。ただいま。爽やかな目覚めはお前のおかげ。柔らかいシーツもお前のおかげ。この白いタオルも。起きた。ご飯食べる？俺の毎日はお前のおかげ。ありがとう。え？夫婦の選択。ソフトアペア新発売。東映から。探すのをやめた時、見つかることもよくある話。踊りましょう夢の中へ。行ってみたいと思いませんか。ふふふ。ただいま。おう。おい。おい。何？何これ。いいから開けてみろよ。苦労したよ同じもん探すの。もう結婚指輪ごときでいつまでもごちゃごちゃ言われちゃかなわないからさ。まあ遠慮なく取っといてよね。うん。好きな人がいるの。西田とかいう若い男か。誰だっていいじゃない。いつからだ。1年前。
やっぱりな。お前急に冷たくなったもんな、去年のクリスマスあたりからさ。本気なのか。ごめんなさい。ねえ、写真撮ってよ。あ？離婚記念、最後ぐらいいいでしょ？やだよ。お願い。被写体に興味があればあるほどいい写真になるって言ってたよね。昔はそう言って私の写真たくさん撮ってくれたよね。撮るぞ。バッグここで平気？どこでもいいよ。もうじゃあ撮るよ。どうしたの彼女、表情硬いよ。もっと笑ってみせて。気持ち悪いよ、もっと柔らかく。そう、その笑顔だ。オッケー、今のだ。じゃあさ、ちょっとポーズ取ってみようか。何考えてんだよ、もっと柔らかいポーズだ。そう、そう、いいね。これも垂れて、こっち向いて、そう、遠くの方見て、綺麗だ、いいよ、うん、もっと俺を見つめて、そう、オッケー、いいよ。もっと俺を見つめて。じゃあ行くね。残りの荷物はお父さんにでも頼んで取りに来てもらうから。それじゃあバイバイ。あ、バイバイ。もう忘れ物すんなよ。私まだ何か忘れてるかな。あのさ、お前本当は出て行きたくないんじゃないの？え？だから忘れ物すんだよ。あ、そうだよ。いつもお前が忘れ物すんのはさ、深層心理でまだここにいたいと思ってるからなんじゃないの？バイバイ。好きな男ができたぐらいでさ、別れてどうすんだよ。
男ができたから別れるんじゃないよ。なんで分かんないの？終わってたんだよ私たち。1年以上前にとっくに終わってた。じゃあ元気でね。今度こそ本当にさよなら。日焼けしちゃうし。あああああいつだ。捨ててやるよ。タバコ吸うんだからちゃんと食べてよ。お前に関係ないだろ俺の健康なんて。関係ないんだ私。
うなっちゃうんだろうね。しゅんちゃん、わかるよ。写真撮ってよ。ああ、離婚記念最後くらいいいでしょ。カメラない。じゃん、実は持ってきちゃったんだ。興味があればあるほどいい写真になるって言ってたよね。昔はそう言って私の写真たくさん撮ってくれたよね。撮るぞ。どこでもいいよ。もう。あ、指輪。なんだよ。指輪、ホテルに忘れてきちゃったみたい。もういらねえだろ、別れんだから。いや、ダメ。取ってくる。ああ。行ってこい行ってこい、早くしろよ、飛行機乗り遅れんぞ。大丈夫。
本当に出てたと思った？びっくりした。お前さ、なんで死んじゃったの？探し物は何ですか？タンタタン。見つけにくいものですか？タンタタン。カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか？タンタタン。それより僕と踊りませんか？夢の中へ、夢の中へ行ってみたいと思いませんか？
冗談なくていいよ。いや待って、痛い痛い、あら、もうやばい、もう、まことちゃん、ね、まことちゃん、ちょっとまことちゃん、ちょっとお願い。おい、まこと、いや、ちょっとこれどうしますか。ベースがあるから、それ持ってこい。うわ、俺のベースだ。はいはいはい。ちょびっと、な、え、お部屋に入れちゃうの。ちょっと、どうだよ。ダメよ、汚れちゃうから。おだおだ、ちょっと、よし、はい、はい、待ってはい、はい、おお、ここにいる、ここ、はい、よし、信じられない。こっち、はい、いくよ、はい、せーの、よいしょ。皆の衆、ご苦労。ちょっと、どこ行ったのかと心配してたのに、なんでこんなもの買ってきたのよ。クリスマスの飾りがさ、あいつどこにしまったか分かんなくてさ、だからほれ、去っちゃった。北見ちゃん、あんた今日何の日か分かってるんでしょうね。分かってるわよ。クリスマスでしょ。それより文ちゃん、お水一杯ちょうだいね。なんでお釜なんのよ。あら、ほんとだ。おかしいわね。あ、すいません、すいません。なんだよお前、やっぱ欲しいんじゃねえかよ。いいよ、ほら、やるよ。俺には必要ねえからさ。何言ってるんですか。もういい加減元の北見さんに戻ってください。それがな、誠、俺にはもう動機がねえんだよ。いや、動機がなくてもやるのがプロだって僕に言ったじゃないですか。まあ、言うのはただだから。もう見たくないんです、今みたいな北見さん。じゃあ見ないで。北見さん、まあ、そんなことよりさ、パーティーしようぜ。なんてったって今日はさ、クリスマスなんだからさ。もう北見さんが何考えてるか本当に分かんないです。はい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 、はい、持って持って、はーい、かぶってかぶって、あ、いいね、とっても似合ってるよ君たち。うん、それじゃあクリスマスを祝って乾杯。なんだよ、もうしけてんな。蘭子ちゃん。よう。よく来たな、お前。入れ入れ。皆さん、聞いてください。なになに。私、吉沢蘭子は応募総数8500人という難関を突破し、ついにその栄冠を手にすることができました。それもこれも皆さんのおかげで、みんな本当ありがとう。ねえ、栄冠って映画の主演に選ばれたの。そうだな。すげえじゃん。あ、言っとくけど、映画が公開されたらもう私スターだから、みんなともこんな風に会えなくなると思うのね。よかったら今のうちサインしとく。しとくしとくしとく、うん、おい誠、お前写真撮っとけよ。後でプレミアつくからな。俺はさ、色紙持ってくるから。うん、持ってきて持ってきて。おめでとう。よく頑張ったわね。でもその前に、まことちゃんに話すことがあるんじゃない。この前はごめんね、早まっちゃって。おえってなるからてっきりそうかと思っちゃった。想像妊娠ってやつ。うん、ああ、でもよかったよ、間違いで。誠もほっとしたでしょ。
電話するつもりだったんだけど、ほらなんだかんだバタバタしちゃってさ、ほらオーディション受かっちゃったじゃない。レッスン通ったりとか事務所の契約とかもいろいろやんなくちゃいけなくて、よかったね夢が叶って。うん、おめでとう。うん、ありがとう。お、盛り上がってるねそこの二人さん。もうさ、ちょっと色紙が見つからなくてさ。これでいいかな。ノート。その代わり色はいろいろある。ねえ北見ちゃん、お坊さん何時に来んの？坊さん？そんなの来ねえよ。え？だって。ああ、ねえ、私もそれ欲しい。ああ、ごめん、忘れてた。ほら。わーはい、メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマスじゃないでしょ。乾杯でもない。さくらクリスマスに死んだのよ。北見ちゃん忘れちゃったの。さくらって誰？北見さんの奥さん。ギャグじゃないの？ギャグじゃない。もうどうしてくれんだよ。おっさんがつまんないこと言うからしらけちまったじゃねえかよ。つまんないことじゃないですよ。奥さんの一周忌に酔っ払おうがどうかしてます。別にいいじゃない。辛い時には辛い顔してなきゃいけない。別にいいじゃない。騒いだって、騒いで忘れられることだってあるんだから。お前は本当にいいこと言うね。まあね。じゃあ歌おうか。歌っちゃう。せーの。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。僕もう限界です。何がだよ。今日でこの事務所辞めさせてもらいます。ちょっと、まことちゃん。いや、ブンさん、本当ごめんなさい。もう限界なんです。まことちゃん、待って。いやいやいや、お金もらってももう嫌なんです。ちょっと待てよ。金ってなんだよ。北見ちゃん、何でもないのよ。言えよ、誠。言えよ。さくらさんが亡くなって北見さん仕事どころかご飯だって食べれなかったじゃないですか。それを見て文さんは北見さんが後を追っちゃうんじゃないかってすごい心配して、また仕事を始めるまで僕にそばにいてほしいって。その代わり毎月20万払うって。最初はお金なんていらないって言ったんです。だけどこのままじゃ僕も北見さんも生活していけないと思って。そっか、お前は雇われてたわけだ、俺じゃなくておっさんに。まあ20万も積まれちゃ断れねえよな。じゃあどうすればよかったんですか。どうやって生活していけって言うんですか。北見さんを見捨てて事務所辞めればよかったんですか。誠ちゃん、やめなさい。ドールでいつまで経ってもろくな写真撮ってこねえと思ったよ。お前はさ、別にカメラマンになりたいわけじゃなかったんだよな。なりたいですよ。僕は北見さんの写真が好きなんです。だから北見さんの弟子にしてもらったんです。だからもう辛いんですよ。今みたいな北見さん見てるのが辛いんです。人のせいにすんなよ。
お前は俺に関わってる場合か。そんな思いならやめちまえよ。おめえみたいなやつにさ、一生写真なんか撮れっこねえんだよ。北見ちゃん、なんだみんなダメなんじゃん。いい年した男が3人もいてみんなダメダメなんじゃん。かっこ悪い。ランコちゃん、ほったんかよ。一回出たぐらいで彼氏ぶんないでよ。私あんたのことなんか何とも思ってないんだから、最初から何とも思ってなかったんだから。そんなの分かってたよ。優しくするの。やめてよ、もう。もうそういうのもうやめてよ。一体どうしたっていうのよ。いけなかったの。え？オーディションにも病院にも行けなかったの。病院って間違いじゃなかった。あんたの子じゃないよ。思ったより簡単に捨てられなかった。私には夢があるのに、命がけで叶えたい夢だったのに、もうその夢の大きさも分かんなくなっちゃった。でももう何もかもおしまいなんだってことは分かる。もう望む幸せは消えたんだって。私の人生もうめちゃくちゃ。人生めちゃくちゃって、あんたいくつよ。歳なんか関係ないよ。年取ったってダメダメじゃない。いろいろお騒がせしました。もう二度と来ないから安心してください。さよなら。大丈夫ですよ。蘭子ちゃんの気持ちもよく分かりましたし、あの子を撮ったお前の写真見た時さ、俺はてっきり本気で惚れてるんだと思ったよ。
僕が幸せにする。絶対一生幸せにする。好きになってもらえるように頑張るから。蘭子ちゃんとお腹の子がずっと笑ってられるように頑張るから。悪いけどおっさんも帰ってくんねえかな。誰かやると喋んねえんだこいつ。さくらがいるの？いるよ。さっきからずっと。あたしには見えないわよ。みたいだな。さくらの幽霊が見えてるの？幽霊じゃねえよ。俺と二人だとよく喋るしな。もうやめて。さくらは死んだのよ。分かってるよ。北見ちゃん、おかしくなっちゃったの？それがまともなんだよね。まともすぎておかしくなりそうだけど、狂ってる方がよっぽど楽だと思うよ。こういう時みんなどうしてんのかな。忘れるのよ。無理だよ。もう前へ進んでよ。前に進むって何？え？どういうことなの？具体的に言ってよ。だから仕事をバリバリするとか、新しいカミさん見つけるとか、そういうお決まりの答えだけは勘弁してくれよな。そういうのが前に進むってことだとしたらさ、俺は一生前なんか進まねえから。いい加減にしなさいよ。いつまで悲劇の主人公ぶってるつもり？桜が死んで悲しいのはあんただけじゃないのよ。私だって。子供に先に死なれた親の気持ちがどんなだか分かる？変わってやれたらってどんなに思った。ねえ北見ちゃん、お願いだからしっかりしてよ。一緒に見とったでしょ、沖縄の病院で。なんかこういっぱい管つながれちゃって、かわいそうだから機械止めてくれって医者に言ったのあんたじゃない。だから分かってるよ、桜が死んだのは。でもどうやったら死んだって思えるんだよ。だって桜は毎日ここにいたんだよ。毎日俺のそばにいて喋ったり笑ったり泣いたりしてたんだよ。なのに俺は桜のこと何も分かってなかった。何も分かろうともしなかった。桜はね、
あんたと結婚して幸せだったわ。おっさんに何がわかるんだよ。わかるわよ、親だもの。あんたは親なんかじゃなかったよ。今さら父親ぶんなよ。自分の都合で勝手に結婚して勝手に離婚して、高校生の娘にお父さんはお釜なんだっていう親がどこにいるんだよ。桜が悩まなかったとでも思ってんのか。都合のいい時だけ親父面しやがって、虫唾が走るんだよ。私を責めて楽になるんだったらいくらでも責めなさいよ。出たよ、あんた弱い人間得意だもんな。本当はさ、孤独でたまらねえくせに、助けてほしいのは自分なんだろ。助けるふりしてごまかしてんじゃねえよ。今のはひどすぎる。ああ見えても傷つきやすいんだから優しくしてあげてよ。おっさんはどっからどう見ても傷つきやすいよ。じゃあなんであんなこと言ったのよ。ごめん、私に謝ってもしょうがないでしょ。ああ、ユキ、そのワンピースやっぱり似合ってる。なあ、俺が想像もつかないようなこと一個でもいいから言ってくれよ。探し物は何ですか、タンタンタン。見つけにくいものですか、タンタンタン。カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、
まだまださが好きですか。タンタタン。それより僕と踊りませんか。夢の中へ、夢の中へ、行ってみたいと思いませんか。うふふ。お前あの日この歌歌ってたな。あの日お前の代わりに俺が指輪取りに行けばよかったな。お前じゃなくてなんで俺が知らなかったんだろう。私に辛い思いさせる気？私が生き残ってたら私がしゅんちゃんみたいに辛い思いするんだよ。じゃあこれでよかったのか。そうだよ。でもそろそろ終わりにしなきゃ。どうやって？それはしゅんちゃんが一番よくわかってるでしょう。どこ行くんだよ。行くなよ、そばにいてくれよ。俺は楽しかったんだよ、お前がいるだけで。喧嘩しても口うるさくても楽しかったんだ。俺なんでお前にもっと優しくしなかったんだろうな。俺はさ、お前がこんなに早く死ぬとは思わなかったんだよ。これからはお前の言うこと何でも聞くから。浮気もやめるし、ちゃんと働くし、子供も作る。今度こそお前大事にするから。俺ちゃんとするから。だからそばにいてくれよ。知らなかったな、私のことそんなに好きだったなんて。うちに行ってくれなかったの。ごめん、ごめん。
さくら。さくら。さくら。なんで戻ってこないんだよ。いつも戻ってくるだろう。忘れ物したって。戻ってこいよ。俺一人置いてくれよ。しゅんちゃん。ちゃん、何か忘れたと思ってたのよね。さっきはひどいこと言って、いいのよ、本当のことだから。茶入れるわ。さっきは偉そうなこと言ったけど、さくらを忘れるなんて無理よね。さくらにはもう会えないんだって分かってる。だけどもうこの世のどこにも存在しないんだなんて実感しよったって無理よね。もう会うことはなくてもきっとどっかで幸せにやってるんだって思いたいでやない。だけどちゃんと現実を受け入れなきゃダメなのよね。それがさくらのためになると思うの。今はさくらがこの人の娘でよかったって誇れる生き方しようと思ってるんだ。あの子ったら毎年こうやってろうそく立ててたでしょ。ああ、やってたね。誕生日でもねえのに吹き消してさ。子供の頃からそうなのよ。変でしょ。
ちょっと何これ、もしかして人参茶？そうだよ。勘弁してよ。あれ、おっさんもダメなんだっけ？こんなの飲める方がどうかしてるわよ。さくら、ちょっと味覚がおかしいのよ。あら、ちょっと何やってんだよ。汚いわね。まずい。だからまずいって言ってるじゃないの。まずいよ。何回も言わなくていいのよ。あ、そうそう、これまだ桜宛てに手紙が届くのね。ああ、こいつ知らねえんだよ。誰なの？桜の元教え子でさ、こいつにも教えてやんなきゃな。そうね。なおさん、飲みに行かない？え？ほら、駅前の居酒屋、さくらが初めて俺たちを引き合わせた店。父親がおかまじゃまずいと思ってさ、わざわざスーツ着てったのに、あの子ったらお店の人にバラしちゃうんだもの。おかげで行きやすくなったろ。そうね。いいわ、行きましょう。じゃあケーキは帰ってからね。止まんのかよ。あら、どうしていいじゃない、たまには親子なんだからさ。ああ、分かった分かった分かったからさ、先行って待っててよな。後から追っかけっから。分かった。北見ちゃん。うん？さくらのこと大事に思ってくれてありがとう。じゃあ先行ってるね。別荘。
ってきます。